はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、診断でディストされたライカというね、デッキについてご紹介していこうかなというふうに思います。ライカなんですが、どういうテーマかっていうと、昆虫族、植物族、爬虫類族をサポートする、展開型のテーマ、リンクモンスターをね、主軸とした展開型のテーマになっていまして、で、これマリコーベっていうレベル1のモンスターが初動になってるんですけども、これめっちゃ強くて、手札のこのライカ種族モンスター対防御力の特殊召喚もできるし、召喚特殊召喚した場合に、マリコーベ以外の自分のデッキ除外状態の、ライカを2枚手札に加えて、その後1枚手札を除外するっていう効果があってね。で、このターン自分はこのライカ種族モンスターしか特殊召喚できないっていう効果があるんだけど、まあライカ種族で固めればこの制約は別に大丈夫ということで、こいつをまあ基本的に使って展開していくっていう感じになります。で、まあどういう展開をするかっていうのが本当ね、無限にね、なんかあるんだよ、デッキが。そのライカって。この種族だったら何でもいいので、例えば昆虫族グッドスタッフに入れてもいいと思うし、植物族だったらリッカとか、入れてもいいと思うし、爬虫類だったら冥界とかに入れてもいいと思うし、あと小悪魔とかもいけるね。だからほんといろんなデッキが作れるんだけど、まあ、今回は準構築に寄せるというか、まあ、ちょっと準寄せというか、で組んできました。まあ、ちょっと冥界のナイアと、あとこのカースとこの黎明解別っていうところだけちょっとだけタッチしてるんだけど、ここはなんでかっていうと、やっぱ貫通力が欲しいんですよね。例えばこのマリコーベとか、このマリコーベサーチしてくる黒い滝とかもあるんだけど、この辺のカードを、無効にされてしまった場合に一応貫通できるように、ナイアとかがいると一応その、このナイアぶん投げてカース墓地を食って黎明解別から展開することもできるし、あと神父に重ね引きした時ですね、マリコーベとナイアを重ね引きした時もめっちゃ盤面強くなるんですよ。だそういうカードってめっちゃ強いから、だからここはまあ一応その順ではないんだけど、一応ここだけちょっと貫通力付与という意味も込めてちょっと入れてます。あとはまあ大体ライカしか入ってないですね。だこれ攻撃力ゼロなんでピルレースの地図でサーチできたりとか、あとまあローンファイアブロッサムでリクルートできたりとか、まあいろいろ、あとワンフォーワンで特殊ができたりとかあるんで、まあ初動はかなり多いかなと。で、どういう妨害が用意できるかっていうと、まずトラップカードですね。このライカ大輪首狩り舞っていうこのカード、これで、相手のカードを破壊できます。相手、ライカ種族のリンクモンスターの種類の数まで破壊できる。で、リンク5。これは、相手がデッキエクストラデッキからモンスター特殊化したら、フィールドのモンスター2体を破壊できるっていう。まあ、破壊。破壊と破壊なんだよね。ライカ順で組むと。で、破壊と破壊だけだと、やっぱちょっと、相手のカードが全部効果通っちゃうので微妙じゃないですか。なので、効果は無効が欲しくて、今回は、まず、ストレナイからのハイペルトンっていう動き。とあとこのね、サンガボロンブルーミングっていうカードを、このドリアトランティエっていうモンスターからセットしてするっていう、まあ、この動きを採用してまして、やっぱ破壊だけだとやっぱちょっと頼りないんだよね、どうしても順で組むとこうなるの。だから、まあ、一応そのこの、まあ、外部ギミックを使って無効も用意しつつ戦っていきたいというふうに思ってます。回し方は、動画をご覧いただければ分かると思うんでやっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、悪くはない反動してますね、これね。非常に悪くはない反動してると言っても、ちょっとワンフォーワンのコストねえな、これでも。ないや、効果、ちょっと否定しな。ちょっと一回こっから裏見るか。ライカ、両ラン、狂い咲き発動。名前かっこいいよね。ライカ、両ラン、狂い咲きを発動。ちょっと言いたくなるカードね。言いたくなる。読みたくなるカードランキング、裏ラン、あります。裏ラン、ありがとうございます。裏ラン、打っていただいてありがとうございます、本当に。ライカ、両乱、狂い咲き。まあ、ライカなんか知らないよな、ごめんな。ライカなんか知らないよな。まあ、いるんだわ、俺手札に。召喚します。ちなみに、これ召喚して、これで向こうって打たれても、ナイアあるんで、ない感じできますね、これ。はい。なんかありますね。はい。なんかありますね。あ、ちなみに、あれですよ。ライカは、チェーンに乗らない特殊召喚が、ありえないほど多いので、もし、増殖する字を握ってるんなら、もう投げた方がいいですよ。先生。とっかけでいいんだっけ、これ。とっかけでいいけ。ちょっとこれね、展開が長すぎてね、なんかね、雑談してると間違いんだよね。展開を。ちょ、ワンフォアもいない。で、まず1体でリンク召喚させてもらって、ドリアスを出していく。はい。多分増殖する地だと思うんだけどな。無限ホイールだったら多分打ってると思うんだよね。わかんないけど、なんかさ、わかんないけど、ライカよくわかんないけど、見たらなんか強そうだから、あそこ無限ホイール打つと思うんだよな。あったら。さあ、一生、チェーンに乗らないので、
めっちゃ特殊召喚できます。あそうだよね。まあ G あるからいいんだけど、墓から。いやそうなんで、これねチェーンに乗んないから G の打つタイミング、まあまあちょっとあの温存してるとタイミング逃すっていうのがあるね。はい、まあ、だからといって別にあの G 打たれたからなんかここでストップとかないんだけどね、あんまりないかって。その特殊召喚しないとあの妨害を構えられないので、まあ、そこはちょっとねあれですけど。さあ武者ドクロからの髪切りで一回トカゲ蘇生して、で武者ドクロの効果発動するよ。これさないやインのマジ強えな。これこうやって特殊化するんだろう。はい、これどうすっかな。まあ一応基本展開見せた方がいいかな。いやまあ上振れ行くか。基本展開と上振れ展開みたいなのがあって、今回これナイア引いてるじゃないですか。ナイア引いてるとちょっと強くなるんですけど、盤面が。アルマセラフィージャスミンちゃんも、これあれだよね、あの、ライカってさ、展開力がすごいんだけど、全部がなんかそう、引いたカードが手数になっていくから、だからまあ、非常にいい展開デッキだよね。うん、と思います。で一旦、アロマセラフィージャスミンの効果を起動、リンク先リリースしてデッキから植物属を出すという効果で、ローンファイアブロッサム無限回発動します。ローンファイアブロッサム、ローンファイアブロッサム、ローンファイアブロッサムというここまでいきます。はい、ローンファローンファ、はい、で、ローンファ無限ローンファ無限ローンファ編、無限ローンファ編言えね、無限ローンファローンファ編。さあこれでスポーは出してきて、3でいいのか。神主出す、サーチ入れるでいいな。アルマセラフィージャスミンと、スポーアを素材にして神主出して、で神主の効果を発動する。神主は自分の墓地から、雷火種族のモンスターを除外すると罠を持ってこれますよと。これね、なんかね、雷火ね、もう1個はなんだよね、実は OCG にはね。マスターデュエルに今来てなくて、これなんか多分ね、ね、めっちゃ新しいカードだから、まあ、まだ来ないんだけど、なんか墓地を除外するっていうか、あのトラップモンスターみたいなやつがいて、そいつも結構強いんで、まあ、これは僕は待ち望まれますね。はい。で、ストレナエを出していく。で、ストレナエの効果発動する、オーバーリミット1個使って自分の墓地から、植物回収できるんで、これで、ローンファイアブロッサムを回収して次の初動も確保。で、自分の墓地のカースの効果発動してストレナイリリースして特殊召喚、はい、よいしょ。でそうすると、あ、これ相手の相手がうららを墓地から特殊召喚できるかどうかですね。あ、特殊召喚ね、 OK で、カースの効果と、ナイアの効果、ナイアの効果じゃねえ、ストレナイの効果、ストレナイをリリースされると、植物属エクシーズモンスターをエクストラデッキから出して、でそいつの素材になるよみたいな効果なので、これでハイペル出してエクシーズ吸収して、はい、でナイア効果発動を、ハイペル効果使ってこれ素材吸収できるので、これで一応モンスター、まあ、魔法トラップカード、違う、魔法カードか、魔法カード吸収できたんで一番いいんですけど、魔法カードも使わないのでちょっとハイペルトンの効果で魔法を吸収することができたわ。開幕打つやん。あ、最悪、ちょっと待って。これ、墓から使ってたの、俺な。やべえ、これごめん、ちょっと、これちょっとミスった。これ多分、開脈にチェーンして、ハイペルして、で、墓から吸収した方がいいわ。そうすると魔法カード無効できるんで、そっちの方がいいですね。ごめんなさい、間違えました。まあ、間違えたけど、まあ問題ないわ。そんなに体勢には。で、鎖紙出して、はい。おい。鎖紙からの、黎明開闢の効果発動する。黎明開闢の効果を起動して、除外されているナイアをデッキに返しながら自分の墓地に、爬虫類を叩き落とす。で、ヤトの神がびっくりして出てくる。 OK で、一旦リンク2をしまして、おいしょ。で、リンク2を戻してリンク3出します。はい、でここでリンク値稼ぎましたので、リンク5いきます。うわ、リンク召喚現れろ。
召喚ムービーどうぞ。ライカの大王が爆弾、かっこいい、めちゃくちゃかっこいいやん。そしてこれはいい、エンド、今、どういう効果があるかっていう と、ハイペルトンでモンスター効果無効、首刈り前で、なんかカード2枚発回、鎖髪でなんか効果発動したら手札の効果使えなくなるっていう効果で、大ヨガで、なんかデッキ界草デッキからモンスター出てくるとフィールド上のカード2枚破壊みたいな感じの、あの天帝の人強、ちょ天帝の人強いて、天帝の人は強いて、うざいて、それは天帝で踏まれるのうぜー、マジ魔法カード向こう入れとけばよかった、普通にミスったハイペルトンのところの下のところに魔法カードが入ってないバグが起きている、使わざるを得ない、あここで吐かされんの決め、皆さんはねぜひね黎明開闢の効果にチェーンして墓穴を下に下敷きにするようにしてください。ハイペルトンの普通にミスりました、ごめんなさい、反省してます、うるせえな、反省してます。で、ヌトスが無効になる、でエクレシアが特殊召喚されていく、なるほど、これなんだ、これラブニュースか、エクレシアちゃんの効果は、鎖髪の効果を発動して、もう手札の効果使えなくなるから多分家具をあれだぜ、ぶん投げるとかできないぜ、大丈夫か、鎖髪マジで強いからね、うん、鎖髪マジでね、これデッキによっては詰むから、うん、自分が手札余圧持ってる時マジでキモいけどねその代わりああ、デクレアラーディバイナー、あー粛清か、粛清だったわ、ごめん、粛清ですね、多分ね、ヒエラルキア OK です、ヒエラルキア OK です、ヒエラルキア効果発動、なるほど、はい、了承で、ヒエラルキア特殊からのディバイナー効果発動、いや結構でも意外と普通に貫通されそうで怖え、祈りてろ、特殊召喚効果発動、まあ、一応大ヨガさんの効果発動して、素材になりそうなモンスター爆破しておきますね、素材になりそうなモンスター、ローと、ヒエラルキアを爆破しておきます。でこうすることによって儀式をできなくさせるというコンボ、はい、で置いていく、結界を OK で、結界は無効かな、無効っていうか破壊かな、さすがに首刈り舞で、これね向こうがあんまないんだよね、ライカって、首刈り、首刈り舞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 、それ切り切り舞ってな、でこれで2体のカード、2枚のカードを破壊することによって実質は結界無効、こっから貫通されたらもうほんとどうしようもないです、こっから貫通、よっしゃ危ねー、オッケー、こっから貫通、よし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 、危ない、向こうがないのはやっぱちょっと不安だよね。ああなるほど、割と悪くねえ反動はしてるけどな、まあ、ナイヤから入ってかな、ナイヤ入り誘発チェック、うらら打ってるかどう、打つかどうか問題みたいな感じなのかな、これ難しいな、これどっちから入るのが正解なんだろうな、まあ、ちょっと一応ナイヤからいくか、ナイヤから発動、これ最悪通んなくても、ああ通るわ、オッケーで、カースを持ち送る、でライカ両乱狂い咲きを発動で、狂い咲きの効果、デッキからライカを持ってきて、これちょっと手札1枚捨てなきゃいけないんだな、ごめんなさい、無限法要さんどっか行ってくださいでライカのマリコーベを召喚効果、あ通るね、で鎧トカゲと矢はず神切り、これ待ってな、結局除外しなきゃいけないんだよな、こっ、まあ、でも結局こ、結局なんかごめんなさい、手札が足んないです、これ手札足んねえっす、すいません手札が足りません、最大展開するには手札が足んない、ちょっと今ドロマを捨てる、除外するという暴挙に出ましたが、まあちょっと許してください、でドリアス出すでしょ、でライカの鎧トカゲさんの効果使って自分の墓地からマリコーベ除外して特殊召喚していく、で矢はず神切さんの効果発動してマリコーベを戻して特殊、ほいほいと、で2体で何でしたっけこれ、ガシャドクロ出して、あ武者ドクロだったわ、ガシャドクロはあれだ
まやかしだ名前似てるな、まやかしと世界観なんかちょっと似てない。で、ライカの武者ドクロさんの効果発動して、なんかね、階段式にシンクロしていくみたいなね、ちょっと意識してんのかな、若干のまやかしみを感じるよな、令和ので。アロマセラフィージャスミン出す、でジャスミンの効果発動して、ここリリースして、なんか今基本展開ですねこれね、はい、基本展開になりそうですこれ。ローンファイブロスの効果、これもし何でしたっけ、なんやなければここのランク4でキングレムリンするんですけど、基本的なければね、まあ、今回ナイヤ引いてたので、それないを出しに行く余裕が生まれるって感じですね。はい、ここで一回カンヌシ出したじゃないですか。でその後にこの、スポアを蘇生するとレベル4みたいになるんですよ。でここでランク4をする、このランク4を誰にするかみたいな感じですね。まあ、一応今回はストレナーにしてるんですけど、ナイヤがない場合はここでキングレムリン出して、キングレムリンでナイヤサーチっていう。で、ストレナーとハイペルトンが出ない代わりに、まあ、展開できるよっていう感じやね。で、神主の効果はもう使っていいか。で、神主の効果使って、ゲームから除外することにより、首狩り舞を持ってきて、で墓地から、カース出して、で今回は、ちょっと新しい展開を、新しい展開というか最強モンスターを持ってきたので、それを出していきたいと思っておりまして、ストレナイの効果をまず発動します。で吸収しまして、よいしょ、歴史素材供給するでしょ。で、ナイヤ効果発動で、ハイペルトの効果も一応発動して吸収、まあ、これはまあ使わないやつだと誰でもいいな、ちょマジ誰でもいい、スポアでいいか。ちょっと、ね、史上最強のねリンク用モンスターの可能性っていうのを、ね、皆さんに、ね、お見せしたいと思ってまして、黎明怪物持ってくるじゃないですか。で黎明開闢を打ちます。で、カースをリリースしてトークンが出ます。ほいほい、 OK。 で一旦ですね、リンクを挟みまして、ほい。でアトランドリュー、これが新しい可能性、何これ、3アボラオンドリューアトランティエ名前言いにく、3アボロンドリューアトランティエ効果で3アボロンブルーミングを持ってきて、で武者ドクロ出して、よいしょ、 OK。 でそしてこれはどうしようかな、神主戻してかな、神主戻す、でリンク値3になる、 OK。 で黎明開闢打つ、はい。でナイヤ戻して、ヤトの神出す、ヤトの神効果発動、ほい。でここで鎖神出す、 OK。 やべ、ちょっと残り60秒しかねえ、 OK。 でこれね、向こう2回です、向こう2回破壊1回、鎖神のなんかちょ うざい精鋭、なんかその手札効果使えないヨガ1回、うららさんは先に打つ、だからまず一旦うらら打ってから考える。これドリュアストランティエがね、ちょっと可能性の獣だと俺思ってんだよね。やべえ、アンティグギアフォートレスはちょっとこれチェーンできなくなったらやばい、まずいぞマジやべえ、これちょっと破壊した方がいいか、フォートレスやばいな、フォートレスあるとこれチェーンできねえな、これちょっとやばいやばい、マジでやばい、破
破壊障害がちょっとこれやばいかもしれない。待って、これフォートレスはね、あのね、ちょやばいのよ。アンティークギアモンスターの効果に遅延できないし、あの対象にも取れないみたいなやばいことが起きるから、これ全部のモンスターがなんか黙るみたいな、こっちのモンスターの妨害が。これいいよ、フォートレスは使ってもまだあんの。やばいやばいって、やばい。いやでもまあ一応これ表側割っといたんで、これ表側のカードないんじゃねっていう説。ああだよね、オッケー、カタパルト効果。ああオッケーオッケーオッケー、まあ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 いいでしょういいでしょう。でフォートレス爆破して出てくるのはいいわ。でちなみにフォートレスは爆破されると手札から墓地からアンティキアモンスター出すっていこうかんだけど、その効果使っちゃうとアンティキアモンスターしか出ないみたいな。アンティキアダークゴーレム出てくる。でダークゴーレムの効果はハイペルトンで無効できるわ。これ危ねえ危ねえ。ギアター、いやアンティキアフォートレスの効果発動する。フォートレスで隠されるとうざいね。ドリアントランティエがあるからでも無効にはできるよ。やばい、それは。いや、殺意の塊きた。殺意の塊カードきた。殺意の塊カードきた、やばい。やばいやばい。え、これ何でいきます？カオスジャイアントさんですかね。カオスジャイアントさんですかね。ちょっと待ってください。カオスジャイアントさんは結構やばいんじゃないですかね。カオスジャイアントさんはちなみに全モンスターにぶん殴れまして、魔法トラップカードの効果受けませんので、これ妨害がほぼ皆無になったと言っても過言ではないかな。これはやばいですね。所詮全モンスターに、あでも一応ドリアットランティアはあれか、攻撃対象に選択できないから残るか。あそう、これそう、これだから、これがあれなんだよ、あのライカと相性いいなと思ったんだけど、これぶん殴れないじゃん相手。ドリアトランティアね、知らないよね俺。これアンティキカオシアンドはモンスターの効果バトルでは使えないし、魔法トラップカードの効果受けないだけだから、それはもうちょっと無効にせざるを得ないか。なんかあれかな、ギアデュエルかなんかあるんだな、つまり多分だけど、これ手札にこれあのカードセットはもうできないんで、これ多分あの手札は多分ギアデュエルですね。アンティキギアデュエルトラップカードの、うーわ最悪これマジで。これぶん殴られたら死ぬんだけど2体とも。でも大丈夫、ドリアトランティアが生きていれば俺はなんとかなると思う。逃げ、逃げてくれ鎖神ハイペルトン。うわうわうわいてー。でも大丈夫だ、耐えた。ドリアトランティアの攻撃対象に選択されない効果強すぎる。で、あとはドリュアトランティエの挨拶のに戦闘で破壊するしかねえから、基本。あ、まあまあ、一応あれか、効果でも破壊できるか。ちょっと待ってくださいね。こっからはでも、結構強くて、ライカって一回リソース墓地に送っとくと、結構そのモンスター、ま、盤面に用意するだけで墓地から蘇ってくれるでしょうね、リーク値が。なんで、これ結構強いっていう話をしましょう。ライカのマリコーベの効果発動、ヒメジャノメと、なんかその、魔法カード持ってきて、で姫ジャノメ除外するしかないか。姫ジャ除外して除外された場合の効果、ドローされる効果が起動される。ライカ両ラン狂い咲きの効果を発動する。じゃあこっちじゃない、自分の手札墓地除外状態のライカモンスターを特殊召喚。カミキリムシ出して、で2体でまず、ライカの武者ドクロ出す。はい、オッケー。で武者出す。で武者リンクスワになった紙切りの効果で、戻したいカードを、特殊召喚しておけばいいので、ここで、こいつ特殊召喚して、で自分の墓地から、リンク4蘇生。これがライカの蘇生力よ。見てくれこの圧倒的展開力。墓地リソースがあればひたすらに蘇ってこれるぜ。そしてカミキリムシ特殊よいしょ。でカミキリムシを、バウンスして、やべえ、ちょっと30秒しかない、時間がない、先行展開に時間使いすぎた。はい、はい。でアトランティの効果、フィールドのリンクモンスターをリリースして相手のカードを破壊。うわ、バトルフェイズ。サンアマロンブルーミングの効果を発動するぜ。さらにドリアテランティがぶん殴る場合、ダメ捨て、サンアバロンブルーミングの効果を発動、リンク先のモンスターの打点分アトランティの打点を吸収。うおー、対戦ありがとうございました。これがドリアトランティの
可能性よ。こいつ多分結構強いよな。これあれだな、なんかスネークレイン強いね。まあ、ちょっとあのツイッターでお見かけした方のあの構築をちょっと参考にさせていただいて、スネークレインぶち込んでるんですけど強いですね。まあ、ちょっとあの普通にあのモロパクリするしたことになっちゃうんで、あの構築を何にもあれ許可取ってないし、まあ、僕は多分動画公開するときはスネークレイン多分入ってないと思うけど、スネークレインめっちゃ強いわ。ああスネークレイン最強といったところではあります。なのでスネークレインでなんかその内野展開っていうか内野展開、まあ、明快展開か、明快展開通しに行って、あれだね、あのライカにつなげるっていう動きもう全然強い、ね、さあイゾルデとかいうぶっ壊れモンスターが出てきてしまいました。週末の騎士君が出てきてしまいます。さあ宇宙が巻き起こっております。さあサモンプリンスの効果でレスキューフェレット終わった、世界が終わりそうだ世界が終わりそうだ。一体これで何がリクルートされるんだ。魔導雑貨商人と AD チェンジャー、あ出たー、やばいこれ、デッキ全掘りコンボですね。これおそらく多分このモンスターが出てくるということはまたおそらく デッキ全掘りコンボだと思います魔導雑貨商人を出し直して裏側守備 で AD チェンジャーの効果で、リリースするというなんかクソみたいなコンボですねこれ。さあなんだっけ、あれそうリンクディサイブルか、リンクディサイブルで、AD チェンジャーをリリースすることによって AD チェンジャーがデッキに帰って、あいやデッキ、あ AD チェンジャーねえや、リンクディサイブルの効果で、手札のカードがデッキの一番下に帰って、で、AD チェンジャーの効果で魔導雑貨商人をリバースすることによって、魔法トラップカードが出るまでめくるんだけど、今自分の多分一番下にあの魔法トラップカードがいってるから、デッキのカードが全部めくれますよというコンボだと思われます。はい、あー何が起きるんだろうかなこれ。じゃあそしてこのエース長いから嫌いなんだよな。さあ全てのカードが墓地に送られました。フェニックスギアブレードとかいう最強カードが、手札に加わり、こっから何が起きんの。まあ、ちなみに墓地リソースは3枚あるから、まあ、墓地リソースでは無限になんか やばいことできるんだけど、でスポアの効果が発動する。一体全体何が起きるって言うんだ、わからない。シーアーカイブ、シーアーカイブ、おお強いね。リンク先にモンスターが出ると出てくる特殊ができるやつね。シェンシェン出た、シェンシェン、あれじゃんネクロフェイスのお供じゃん。シェンシェンじゃねえや、なんだっけ、ニャンニャンだ。でブリキの軍曹だ、ブリキの軍曹だ。自分の墓地のチューナーモンスターを特殊召喚、円環師フェアリー、誰だよ誰だよお前マジで誰だよ。白雪の効果発動、おい白雪の効果使いすぎやて、白雪の効果使いすぎやて、何枚除外すんだよ、何枚除外すんだよ、ちょっとやめてくれや。残りで墓地24枚だけど大丈夫か、この全部除外すんのこれ、わかんねえ、何してんのこれ、何をしているんだ一体全体。さあ44枚除外ゾーンにカードは44枚、あああれあやばいな、44枚はやばくないか、44枚待って、44枚はこれあれじゃない、4400ダメージ入りません、いったいったいったいっ、シャークさんひどいですよシャークさん